西島秀俊です。モズをいつも応援してくださっている皆さん、本当に本当にありがとうございます。いよいよ今週の木曜日に最終回を迎えます。ドラマの枠を超えた壮大なスケール、それから息をつかせぬスリリングな展開、最終回はですね、モズの魅力すべてが凝縮されています。放送開始とともに大反響を巻き起こした衝撃の物語、繰り返されたいくつもの驚愕、ついに想像を絶するクライマックスへ、その末にたどり着く決着とは。俺は爆弾を2つ入手してたんだ。新たなるテロ事件の陰謀、来日する大統領暗殺へのカウントダウン、再び野に放たれたモズ、最後の標的とは。公安内部の深すぎる闇、ついに明らかにされた黒幕の正体。公安省というのはどういった組織なんですか。そして倉木の妻はなぜ爆発事件に関係していたのか、倉木が知ることになる隠された真実とは。しずくちゃんが死んだのも心を病んだ千尋が爆弾を起動させたのも全部お前のせいだ。最後の舞台となるのはパニックに襲われた国際空港、答えを求めて絡み合ういくつもの魂、これからは驚愕の最終回に迫る。モズ特別編最終回直前スペシャル。爆発がありました。いきなりですよ。ここは銀座井筒屋の前です。歩いてたらいきなりでっかい音が聞こえて、次の瞬間には吹っ飛ばされてました。繁華街を散り染めた爆発事件、その犠牲者の一人は公安警察のエース倉木の妻だった。間違いなく妻です。秘密主義の公安に怒りを覚える叩き上げの刑事大杉。言われなくても追ってるよ。事件から外されたものの、倉木は妻の死の真相を確かめるため独自に捜査を始める。夫として行動することに問題はありませんよね。おい倉木。ある極秘任務の最中、爆発事件に巻き込まれた公安捜査官の三木。私が追っていたのは新海和彦という男です。三木が監視していた新海は冷酷非情なプロの殺し屋だった。爆発事件の後に記憶をなくし街をさまよう新海、その行方を大手セキュリティ会社の役員東が追いかけていた。新海が記憶喪失というのは間違いないのか。医者によると一時的なものだと。一方、侵害を探ろうとする倉木は東たちに真正面からぶつかっていく。忙しいんだ、またにしてくれ。お前に用はない。公安は無茶な捜査をするから嫌いなんだよ俺は。侵害を捕らえるために手段を選ばない東の配下中上。偶然侵害と知り合いになったフリーライター亜美を拉致しようと試み、亜美は侵害とつながる唯一の人物、彼女を守るため倉木は中上との対決に挑む。三木が従っていたのは警察内部の不正を調査していた月。東の背後に隠れた存在を倉木たちに明かす。
正確には公安警察です。一方、中上は異様な執念深さで新海と亜美を捕らえ、過酷な拷問にかける。お前の前でこいつを殺すことにした。ふざけんな。やめろ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 。どうやら死んじゃったみたい。亜美の死をきっかけに全ての記憶を取り戻した新海。自分が新海博美という名の女として育てられ、殺人衝動に目覚めたことや双子の兄和彦の存在を思い出す。ヒロミはモズだ。和彦がつけてくれた名前。モズが覚醒してしまう。逃走した新海は兄和彦を死に追いやった東谷公安警察に復讐を誓う。その後新海はどこに向かった？どの防犯カメラにも映っていません。消えた。復讐のために東を付け狙う新海。その前に現れたのは、はじめまして、新海博美君。倉木は事件の秘密を探るため新海との接触を果たす。爆発事件が起こったその日、謎の女の行動を間近で見ていた新海。その女こそ事件の真犯人と思われていた。爆弾を仕掛けた謎の女の正体だ。爆発に巻き込まれた新海が現場で手に入れた写真。焼け残った写真に写っていたものは、知り合いなのか？知り合いだ。そうか、それが謎の女の正体だ。それは倉木の妻千尋だった。さらに倉木が保管していた極秘資料のコピーもあった。これは警備計画書の写真を取引材料にしていたということは、家計は大統領暗殺を企てていたんだろう。大統領暗殺。ついに浮かび上がった大規模なテロの計画。倉木は自分を裏切っていた千尋の行動から本当の黒幕にたどり着く。何か分かったのかい？ああ、黒幕はあの人だ。あの人？おい、誰だよ？おい、千尋をどうやって利用した？彼女は私の元部下だ。千尋を操っていた黒幕が自分の上司室井だったことに気づいた倉木。しかも二人は元部下だからではなくて元恋人だったからだろう。そうだ。一方、
警察署に侵入を果たした新海、兄和彦を死に追いやった者に復讐を果たす。本当の真実にはたどり着いたのか。いや、まだだ。だったら諦めるな。お前は面白いほど室井警視監の思い通りになってる。俺はあの人が好きなんだ。どこまでも深い闇があの人を誰よりも人間らしくさせてる。お前もあの人によく似ている。お前たちは俺のお気に入りだ。同じ女が惚れた理由がよくわかる。室井が来日する大統領の暗殺を計画していることに気づき、その身柄を監視下に置いた月。それはまだ決めていません。もしかして室井警視監の後ろで糸を引いてる人物がまだいるんじゃないですか。官房長官、室井の背後にはテロをきっかけに公安の権限拡大を狙う政治家がいた。公安省。官房長官が作り出したい夢の組織です。現在の警察庁と都道府県警察本部を統合し、公安を中心に新しく再編される治安組織だとか。まだ諦めてないんですか。この局面を打開できるとでも。私は君の飼い犬になったんだろう。なのに何をそんなに心配してるんだ。室井が倉木に語った残酷な真実。全ての発端はお前なんだよ倉木。何？雫ちゃんが死んだのも心を病んだ千尋が爆弾を起動させたのも全部お前のせいだ。それが真実だ倉木。全てを裏で操っていた黒幕、室井に復讐を果たそうとする新海。なぜ俺を殺そうとする。お前のせいで和彦は死んだ。めった刺しにしてやる。週刊くだらん。いいか、国家の秩序を維持するためには汚い仕事を請け負う者が必要だ。それがお前たちなんだ。ふざけんな。お前もお前の兄も捨て駒なんだ。新海の襲撃に紛れ室井も逃亡してしまう。クソ。俺は今回でやっと自分の存在意義が分かったよ。お前か、新海を逃がしたのは。ああ、地下に閉じ込められていた少年を解放したんだ。何が目的だ。俺は気づいたんだ。秩序を乱すのが俺の役割だってことに。もう一つ面白いことを教えといてやる。
俺は爆弾を2つ入手してたんだ。そのもう一つの爆弾は室井が持ってる。東の言葉によって明らかになったサルドニア大統領の暗殺計画。彼らは大統領暗殺を狙って爆弾テロを起こすつもりです。爆弾テロ？テロが起きれば森原は世論を味方につけて一気に警察組織の弱体化を叩くでしょう。そして法の改正を行い、警察庁と都道府県の警察本部を統合させ、公安警察を中心とした新しい治安組織、公安省を作る。公安省？自分の息のかかった室井警視官をそこのトップにすれば、森原は絶対的な国家権力を掌握することになる。爆弾テロが起きてしまったら全て終わりです。我々が何を訴えても全ては闇に葬り去られます。俺ならいくら警備計画を変えても変更できない場所で大統領暗殺を狙う。そこに現れたのは警視庁公安部だ。月警視正、あなたには内乱予備の容疑がかかっている。国家の秩序を破壊しようとしたテロリストとして身柄を拘束する。倉木警部、今回の一連の爆弾事件の首謀者は君の妻である倉木千尋と判明した。彼女の犯行を幇助した疑いで夫である君も監視対象になった。もちろん大統領の警備計画からは外れてもな。倉木、お前のような優秀な人材を失うのは辛いよ。千尋に全てをなすりつけるつもりか。絶対にあんたの思い通りにはさせない。じゃあな。ついに物語は最終局面へ。最終回、巨大な陰謀が動き出す。舞台となるのは国際空港。国家の秩序のためなら犠牲はやむを得ない。歪んだ信念がテロの恐怖を撒き散らす。パニックと同時に幕を開ける冷酷非情なサバイバルゲーム。倉木は本当の真実にたどり着くことができるのか。いよいよ最後の戦いが幕を開ける。爆破テロへのカウントダウンとは。公安組織の権限拡大を図るため来日するサルドニア共和国大統領の暗殺を目論む室井。計画は実行に移されてしまうのか。本当に爆弾テロの陰謀があるとして、ここから出られないあなたが一体どうやってそれを阻止するんだ。私は何もしません。ただここで待っていればいい。どうやって止める気だ。一方、空港に駆けつけた倉木、室井のテロ計画を未然に防ぐことができるのか。俺は室井警視官を監視する。あんたは爆弾を探し出してくれ。分かった、任せろ。それをこっちに渡して。君も倉木も面白いように自分を見失っているな。たまりなさい。まさに最後の標的とは。兄和彦を死に追いやった張本人、室井の命を狙うため新海も空港に現れる。やがてむき出しになるモズとしての本能。壮絶な戦いが待ち受ける。この後最終回の見どころに迫る。さらに撮影の舞台裏も公開。最終回、倉木がたどり着く真実とは。爆弾テロが起きた後にそれを証拠に俺を犯人に仕立て上げるんですね。それが俺たちのやり方だろ。妻の死の真相、
娘が亡くなった理由をどこまでも探し続ける倉木。果たして彼は真実にたどり着くことができるのか。クライマックスの舞台となるのは爆弾テロの恐怖に襲われた国際空港。空港のシーンでは大規模な撮影が繰り返された。リアルなパニックシーンを作り上げるため延べ1500名ものエキストラを起用。テレビドラマの範疇をはるかに凌駕する撮影が繰り返された。逃げ惑う人々の動作一つ一つを計算し、最後の戦いの舞台が作られていった。この後は西島秀俊からのスペシャルメッセージ。最終回はですね、ドラマをこうずっとご覧いただいた方はもちろん、何度か見逃してしまった方もですね、それから今回初めて見られる方も、皆さん楽しんでいただける内容になっています。僕が演じてきた倉木、それから大杉、三木、新海、皆がそれぞれどのような真実にたどり着くのか、ぜひ皆さんの目で見届けてください。6月12日木曜夜9時モズ最終回、ぜひご覧ください。俺の刑事としての人生をかけてもいい。この陰謀を止めるべきです。俺は室井警視官を監視する。あんたは爆弾を探し出してくれ。本当に知る覚悟があるのか。爆弾の位置が分かった。レセプション会場だ。動くな。それを証拠に俺を犯人に仕立て上げるんですね。あれ、爆弾が動いてる。ラキア、何を考えてるんですか。全員避難しろ。爆弾があるんだ。起爆装置が起爆圏内に入った。ついに明かされる本当の真実。そこにはどんな衝撃が待ち受けているのか。6月12日木曜夜9時モズシーズン1、モズの叫ぶ夜最終回。衝撃の結末をお見逃しなく。モズワールドを音楽で彩る菅野祐吾作曲のオリジナルサウンドトラックが6月11日に発売。そのリリースを記念して15名の方にプレゼントいたします。詳しい応募方法は番組ホームページをご覧ください。